国産ぶどうを使ったワインの国内コンクールで、長野県産ワイン11点が金賞を受賞しました。金賞受賞数は3年連続で全国1位です。国産ぶどうを 100% 使用した日本ワインを対象とした日本ワインコンクール。品質や認知度向上を図ることなどを目的に2003年から開催されています。今年は全国から941点が出品され、36点が金賞に選ばれました。そのうち11点が県内で生産された長野ワインです。金賞受賞数はワインの名産地である山梨や北海道を抑え、3年連続全国1位に。今日は金賞を受賞したワイナリーが関副知事と懇談し、結果を報告しました。老舗に混じって喜びを爆発させたのは、畑で作業してるときに知ったんですが、飛び上がって畑に大の字で寝転ぶぐらい大喜びしました。2017年に創業した塩尻市のワイナリー、いにしえの里ぶどう酒。地元産の黒ぶどうを使った赤ワインが金賞を受賞しました。わたあめとかりんご飴では甘い香りがして、そこにこう 黒果実のような香りが入っているワインになります。甘辛だれの焼肉だったり焼き鳥とか、そういうものと非常に相性がいいかなと思います。地元の PR のためにもワイン作りを続けたいということです。